池田組が北海道の地元旭川市で絶大な力があることが発覚した事件は2016年3月27日。6代目山口組、旭道会河合興業の事務所の窓ガラスに消火器を投げつけた。旭道会の当時若頭だった事務所に拳銃でガラスを割るのではなく、身近な消火器を投げつけた事件が発生した。北海道のヤクザは気性が日本一荒いと言われている。翌年4月3日、河合興業の事務所に消火器を投げるよう配下の組員に指示したとして、池田組2代目高商会最高幹部、塚田が逮捕された。末端組員は警察に逮捕されたら、聞かれもしないことを話しがちである。警察の誘導尋問にすぐに引っかかるのも、日本一気性の荒い北海道ヤクザの氷を割った性格であるからだろう。2016年3月30日、北海道旭川市の池田組2代目高商会本部事務所付近に偵察に来ていた旭道会系組員2名を捕まえて暴行。2代目高商会組員6名が暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕された。旭道会という組織は当時は6代目山口組舎弟の鈴木が旭道会会会長であった。その前は若頭補佐のポストについていた、北海道では一番役職が高い組織であったのだが、組員が武闘派ではないため、6代目山口組を絶縁になった池田組傘下の組員にやられっぱなしになってしまう。しかし旭道会もやられたらやり返すのがヤクザの基本であるから。2016年6月28日、旭道会組員が池田組2代目高商会の組員に因縁をつけ殴りかかったが、池田組が応戦。乱闘が始まったら旭道会組員が逃亡しだしたのだ。何度も言いますが、北海道のヤクザは日本で一番気性が荒いが、逃げ足も一番早いのだ。逃げ遅れた旭道会組員がコンビニのトイレに逃げ込み、立てこもりながら110番通報した。旭道会の組員の凄さが分かった事件でもあった。池田組2代目高商会が地元北海道旭川市で山口組の直参相手と抗争しても、余裕で勝利したのは、やはり池田組傘下のメンバーは強者揃いであることがお分かりであろう。それとヤクザの基本はやられたらやり返すだが、旭道会側は報復するにも子分がいないのが現実なのだ。旭道会組員6名中2名は社会不在であるため、山口組の直参でこの人数の少なさはなぜか。やはり池田組2代目高商会との抗争で返り討ちにあって、逃げ込んで、警察に助けを求めてしまったことが原因ではないかと地元では囁かれている。池田組2代目高商会の会長は都内にも支部があり、組員も40人から50人前後いるようだ。要するに半グレを多数抱えているのだ。田舎から都会に支部を築く力はやはりただものではない。池田組は山口組大石組から直参に昇格した組織であり、大石組が栄えた時期に若頭だったのが池田隆である。その池田組が大石組から直参に昇格したことで一気に大石組は衰退していってしまった。本来なら岡山県が本部の大石組が何らかの行動に出なくてはならないが、抗争に参加する組員すらいないのが現状であり、現実でもある。やはり人気のある組織には人が集まるが、人気のない親分には子分は集まらないし。たとえ、子分がいても抗争で体をかけて男になろうとする組員がいないのだ。子分が少なくても、体をかけて組織のために行動する子分も、奇跡的に出ることもあるが、抗争に参加してるのは山口組の最高幹部以外では行動会から直参に上がった司工業くらいであろう。神戸山口組からの寝返り組の人が、一番に体をかけて動かなくてはならないのに、それすらできないありさまである。戦国時代は寝返る武将が一番槍をつけるのが当たり前のことであり、それをすることで信用されたのだが、ヤクザの抗争は平気で裏切り、絶縁されても受け入れるが、受け入れてもらった組織に信用される行動さえできないのだ。普段は義理だの筋だの言っているが義理すら返せない組員ばかりだし、組長名乗りしているが、組員がいないなら自分が体をかけるのが本物のヤクザであるのだ。
それすらできないなら、一日も早く堅気になって汗水流して働いたらいいのだ。堅気になるのが怖くて、しがみついてるとしか思えない。きっぱり堅気になる勇気すらないのだろう。ヤクザは弱い人の集まりだから仕方ないが、ヤクザはヤクザらしく生きてほしいものだ。